というわけで、上にも掛け合って対策を練った結果、多数の窓を動員しての誘導作戦を行う運びとなりました。へえ、窓をね。七海さんにも改めて下水道を調査していただき、分裂したネズミ樹齢には戦闘能力がないと判断。であれば、樹齢を目視さえできれば誘導は可能だというのが今の見解です。うん、いいんじゃない。僕も同じ認識。分裂した個体それぞれには大した知能もないと思うし、ネズミ樹齢の行動パターンの把握、分布の確認など、今日から数日かけて入念な準備を行います。すでに周辺地域から可能な限り窓を集めています。この後すぐにでも作戦を開始する予定です。わあ、大変そう。ええ、正直今から胃が痛いです。関係各所との連携も必要ですし。現場指揮は私が取りますから、伊地知君はデスクワークに専念してください。助かります。もしどうしようもなくなったら言ってよ。町ごとサクッと吹き飛ばすからさ。縁起でもないこと。それはそれで、手配と後始末が地獄なので、誘導作戦に再戦を尽くします。はあ、五条さんは予定通り待機でお願いします。現場式は七海さん一人でもこと足りますし、船頭を増やしても意味ないしね。もちろん何かあれば動いてもらうことにはなりますが、周辺にいていただければ問題ありません。オッケー、適当に暇を潰してるよ。じゃあ二人とも頑張ってね。さて、無数の呪霊を一箇所に誘導する作業、七海と伊地知の能力を考慮すると5日ってところかな。大師の空欄的に1日じゃちょっと厳しいし、何日かに分けると考えたらちょうど良さそうだ。2軒目の店はここか。和菓子屋か。最初のスタンプの店は洋菓子店だったし、飽きが来なくていい並びだ。いらっしゃいませ。やっぱり和菓子もいいよね。ケーキとはまた違った方向性の甘さで。ふん、団子に大福、どら焼きなんかもある。美味しいよね。羊羹はちょっと渋すぎるな。甘じょっぱい団子なんかも食べたい気はするけど、なんかちょっと違うんだよね。僕が今一番食べたいのはなんだ。後悔しない選択。あ、絶対これだ。すみません、いちご大福一つください。あとスタンプも押してほしいんですけど。スタンプ？ほらこれ、ワクワクスイーツスタンプラリー。あー、それですか。はいはいはい。でもすみません、そちらのスタンプですね、対象商品をご購入の方に押すルールなんですよ。え？いちご大福じゃダメなの？ダメなんです。いいじゃん、ちょっとくらい別に誰に怒られるわけでもない。ダメです。ちなみに対象商品は羊羹です。じゃあ羊羹も一つ。ありがとうございます。はあ、肩透かしを食らった気分。どれでもスタンプくれていいと思うけど、まあままならなさも楽しみってことで、気を取り直して次の店はここだ。ってお茶屋さんじゃんこれ。
一つの商店街にそういくつもスイーツの店があるとは思ってなかったけどさ、もう少し体裁というか。すみません、スタンプ欲しいんで対象商品ください。で、購入したのがこちらのお茶っ葉の缶と、2軒目で買った羊羹との合わせ技と思えばそこまで悪いチョイスじゃないのか。さて、次の店はあれか。いらっしゃい。この店、ワクワクスイーツスタンプラリー参加してます？おお、やってるよ。ちなみに対象商品はメンチカツだね。揚げたてだよ、お客さん。スイーツは